ははいこんばんばです,グダグです B リーグ、えー、準決勝第2試合、これから始まりますが、えー、注目はモギさなえさん、もう山田ゆきさん、えー、姫路柳さん、もう人気者対決、もう注目してほしいです。どちらが勝つか、ほんま楽しみやんほんま楽しみやん。ということで、早速いきます。グ,ダグ ということで、ボーリングの発祥地の謎についてです。発祥地の謎。まずは第一、ボーリングブームは幕末の長崎から始まっているんです。その NHK 総合で、文久元年ボーリングという番組がありましてね、日本ボーリングの発祥の地は長崎県。写真と歴史が現在まで誤った形で伝えられたんです。そういうことなんです。初期はまあ、グレーゾーンの洋風居酒屋や、安酒場などが、 主に舞台を使う、務め、歴史予感や写真もほとんど残ってないんです。まあ、そういう感じですが。こういう感じ。ボーギングマガジンで言うとこういう感じです。はい。その長崎県のあの、さ撮影した写真、こういう感じです。覚えてください。まあ。 このシズムにも注目してくださいね。はい。これにはまだ続きがあるんです。6月号。これにはまだ続きがございます。インターナショナルボーリングサルーン。その例は20フィート前後のスキットルズなのかどうか。これは1861年7月10日付の新聞によると、長崎シッピングリストア アドバタイザーのその一面。この新聞も英語の字ですが、はい。え、イギリスの字。慎んでボーリングサールの解説をご通知申し上げます。最高級メガのワインと様々な種類の酒を販売いたす予定でございます。従業員一度、誠心誠意、お客様へのサービスに努める所存でございますので、おき立てのほど何卒よろしくお願いします。ヘンリー・ギブソン。 1861年6月22日の長崎。これが6月22日がボーギングの日が制定。そこからも定着してます。ボーギングの日。サービスが定着。現在は同じレーン60フィートプラスアプローチ15フィートの長さを頭に入って、その長さが取れる途中を探してみたものの、広場,場広場場ストリートの両側には、奥行きとして80フィート取れるような区川 見たことないです要はこういう感じはい下も注目長さは確かに大変ですがいまだ入り地の編入されていなかったためこういう町名旧町名は広場,広場町確か今が波多摩町ですねはい。 1851年7月10日付の新聞によると、長崎シピリス,シピリストアドバタイザーを拡大してみると、インターナショナルボーイングサークルの広告上のま、広告の前に、あの、あの、コマーシャルホテルの広告が掲載されておるんです。これが昔のやつです。そのボーイング上、ボーイングの第1号としてしたのが、えー このような言い方が想像し、そうしいのかもしれないですが、え所、ー、在地、建物の名は以下の通りになっております。わかりやすくこういう感じです。わかるかなこれにはまだまだ続きがございます。7月の場、7月によりますと、ちょっとお待ち、まずは幕末の長崎だった第一次ボーリングブームそもそも、 本格的なボーリングレーンの設置がもう始まったんです、ここから。はい。その洋風居酒屋を経営したんですが、あのレーン付きでの、はい。それが1873年、明治6年、南山手港の10番地に、ボーリングレーン兼洋風居酒屋として、ゲルマニアボーリングサルーンを移転、オープンさせています。これが現在の長さ、幅に近いナイスピンズを設置されたと推測できるんです。 長崎奉行所の二十町によります。工事はそりゃ大変ですね。工事体験本場大変やん。どんな感じかはちょっと説明が長いので、この表を見ればわかります。はい、注目。さらに地図にも注目してください。これは昔です。 そのボーリング、あの、テレビ番組で演じたのが、あの、杉本プロさんが演じたんです。もう戦後はもう大変ですがね。あとはテレビで見てください。では、最新号で最後にしたいと思います。あとはボーリングマガジン読んでください。最後、日本ボーリング発祥の字の石杖があるんです。最後は、はい。 これがですね、ボーリング日本発祥地と彫刻された1メートルの石器があるんです。これはいつ建てたか。昭和57年4月、東映商事株式会社寄贈。松田石村。これは、ね、漢字が読めないんです。もう解体した時当時は547坪あったんですね、当時は。これはすごいですね。ボーリングかボーリングに修正されたんです。はい 我が国のボウリング発祥地は長崎松ヶ江田町にあるんです、はい、覚えてくださいまだまだ未完成でありますが役立てればいいなと思いますこれが社交の場長崎クラブ詳しいの詳しいことはボウリングマガジンをよく読んでください ということで、私から簡単な話でございました。それじゃあさよなら、バイバイ。